ちょっと朝から早々速報が出ましたよ。えー、ミキさんからアイスタンス新カップル誕生だそうです。うん。えー、森田雅也吉田歌奈さんということみたいですよ。えー、北森ペアのその後がすごく気になっていました。新しいペアが誕生しましたね。嬉しいです。私は、北央さんがとても好きなんだけれども、新しいパートナーが見つかりますように。そうですね、北選手、確かにですね、彼女を見つけ、 られたらいいですねうん。でもとりあえず森田さんと吉田さんが新しいカップルということでちょっと今起きたばかりなんですけど嬉しいですねうん。草原あき24さんどうもです株君おはようございますスネゲの話が出ていたんで私も水泳選手は水の抵抗を少しでもなくすために全身の気を反っていると言っていましたえだから水泳選手はトゥルトゥルですね うん。えー、しょうくんはすねてのお手入れはあまりしてないですね。脇もアリアの衣装が、えー、腕の部分シースルーだから透けてて、私はちょっと気になる派でした。演技が濃いからすぐ忘れてしまいますけど、以前お肌のお手入れはやらなさすぎて、注意されるって言っていましたよ。うん。でもうのわわんで、ソファーに横になって、大股広げた格好で、わんこと戯れるしょまくんの、 左太もも色っぽい、うん、だるだるの、ピ、え、オープの私のもと、えー、は違い、えー、当然ですよね、鍛えられて引き締まった白い太もも、シャマ君の演技と同じく、いつまでも見ていられる、見ていたい好物です。やっぱりフィギュア選手と太ももは太いですよ。うん、あのね、本当なんですよ、これは。座ると余計にね、横に広がってきますからね、筋肉の凄さがね、打ち出てくるんですよ。うん。 ちょっとあれですよね。やっぱ、うん。まあ、それはもう、どこ見てんのよ、案件ですね。はい。えー、マイク・バーティラさん、よろしくお願いします。株君おはようございます。えーと、ペアで、ぴょんちゃんゴリリの優勝は、ドイツのサクチェンコ、ウクライナ出身。えーマス、マッソ組で、ショートプログラム、よいカーの、逆転自立でした。うん。えー、ソチゴリ,リでは、ロシアのタチアナ・ボロソジャル、ウクライナ出身。えー、マキシム・トランコフ組ですね、と。 いいううみたでですすね、うんはいえー、マディンさんどうもですケフェチじゃないよ、フィギュアフェチですが、かぶくんの認識の間違いがあったので、気が出るのは汗腺です。毛が生えているもんこですかね、があるとこは別ですよ。だから毛を剃っても、えー、汗は汗腺ら体から関係ないのよ。よくフィギュアスケート場に行ってた中学生の頃、えー、機械体操部だったから転ぶとこ、転ぶことには慣れていて、 えー、怖くはなかったけど、57年前だから、えー、スケート上で滑っている男性は、ほとんどがアイスホッケーの靴で滑っていた、一般滑走のリンクだから、アイスホッケー靴の人のスピードと方向転換の速さがすごいから、ぶつかる恐怖の方が強かったです。あと、突き飛ばされたりね、だから自分が転ぶ、えー、恐怖より、あのー、衝突して、えー、スケートの H の刃,刃物のように、えー、切られる恐怖が強かったです。 大し、えー、なかったけど、手から血が出ていたことはありました。えー、機械体操は骨折は結構あるけど、エッジで、えー、切れる恐怖は別物でしたね。えー、高橋大介さんの同期レスの手から血がーっと、えー、羽生結弦さんと半ヤの衝突、オペラ座の会心の流血は衝撃でした。うん。あエッジ確かに切れますからね。あの女子は特にビューマンスピンとかで切れる人がいますね。うん。あのー、歯を、えー、歯というかその、 ステートのエッジを持つ技の時に切れてしまうことがありますね。あの手袋をしてても手袋が破れて切れちゃうこともあるので、まあ、結構確かに怖いですよ。うんえー、マリディンさんも一応、フリーステーシュのフィギュアスケート歴史の、えー、お話、アクアバリサありがとうございました。えー、3タイプ興味深くきました。アイスタンス、シングル、シングル、アイスタンス、すごく納得でした。 えー、記憶に残るのは、すごく残るのは、高橋大輔さんのブルース・オブ・ブロックでの、えー、カメレンごと作り上げた作品、永久保存版です。えー、最後の脱力ポーズは絶品。翔馬く君のグラビティのお披露目、プリンス・アイス・ワールドを見たときに思い起こしましたよ。日本人の振り付けとしては、 宮本健二さんの愛、オ、えーえエ、G 戦場のアリラが傑作だと個人的に思う。うん、これ全部、あれですよね。宮本健二さんなんですよね、えー。樋口美穂子さんのブレノスアイレス午前0時、ロコのテーマ、レジェンズ、シェイリンのグレ、えートスピリッツ、生命、あげきれないから、この辺りでフィギュアは素敵だな。うん、あの確かにですね。あの愛、やっぱり僕は一番好きですね。うん、あの、あの愛って宮本健二さんの 本当に傑作というか、なんていうんですかね。えー、フィギュア界の残る、相当、史上歴史に残るぐらいの振り付けの感じがあったと思いますね。でもあれ大大、高橋大輔さんも、かなりなんかね、振り付けに変わったらしいですね。うん。いやそりゃフィギュアスケートはね、やっぱ素敵ですよね。うん。はい。というわけで、とりあえずというか、あのー、新カップル誕生。 モニタさん、吉田さん、誕生ということでございますね。はい、朝から嬉しいニュースありがとうございました。